はいどうも、妖怪三国志クイントリオーズ今回もやっていけよあれね、水と伊佐風準備してます。まあ冬には超六突やったかな。水ウィスパーさんは超三突まで来ました。これでも今ねこの交換やってるけど、このスタミナもね交換できるんでこれはいいですね。はい、どんぐらいいけるか。8月2日まで。はい、なんかウィスパーここで1体。ウィスパーがあと何体出るのかちょっともう全部早く知りたいですね。どれにウィスパーを使うか結構超10突難しいけど、まあでも国取りでね、多分毎イベントごとか出てくるんじゃないかなとは思ってるよね。はい、そしたらね、今回は 3.5 周年金貨回していきましょう。討伐戦は、一応12セッションまで来ましたね。まだね大当たり、まあ、出たけどゲットはしないね。抽選まだね1回も使ってないんで、今は金貨ゾーンですね。はい、まあ私はね何回も言ってるけど、4456かな、あ46だね。選べる理由、4と6の時は抽選券ぶっ込みたいなと思ってます。はい、13まで来ましたね。あと20セッションからね、あれですね。で、今回ね、どうしようかな、妖怪と群馬神、まあ、今日妖怪、明日群馬神とかにしようかな。はい、記念コイン回したいと思います。まあ、一応、抽選券来て、そうだね、妖戦だっけ。こいつも、25万あれば取れるんだけど、はい。まあ、ちょっと土曜日になったらね、金カップになるんで、また土曜日になったら集会、頑張ろうかなと思ってますが、今回一応ね、妖怪、の方を回したいと思います。ガシャの中身ね、ありがてえ。まあ外れでもね、最悪そのなんか絆が1万5000手に入る妖怪にしてほしいなっていうところで、ちょっと早めにね妖怪使い切りたいんだよね。ちょっと絆私ねある程度進めちゃってんだよな。だから絆で新規追加された妖怪とか来たらね。はい、でもねイベント調整妖怪とって感じですね。はい、暴走輪廻もいるしね、いいですね。回していきましょう。とりあえず今回はこれで、ちょっと明日群馬神やろうかなと思ってます。まあちょっと持ってないからね。今回群馬神がねパワーアップ追加されて、孫作は8月2日か、あ違う孫作が8月2日かな。で小京ちゃんとね孫権が加わったけど、いいね、孫権調達しとけばよかったかな。はい、これはまたちょっと訓練しましょう。そして妖怪の方を、これはこれにね、さっきの小生に S ランクも加わるということで、はい、1回もないかな、小生が出たことこっちのコインで。まあでもね、あれ冬のエースって、あ、小生と両方あるのか。はい、みんな大好き、まあゴズとかね、アメージングミッチもありますね。はい、じゃあ回していきましょう。流玉箱は3交換しましたね。とりあえず、直近だと、この動画上げてる頃には15とかになってるのかな。15セッションでダッキさんになるね。うん、16セッションで育成箱になる。はい、そんな感じで。私、あ、そう、3も欲しいんだよな。だから、遊玉箱3でやめるんじゃ先生超急突にしたいんだよな。だから25だともう第2形態だね。はい、あと346をやりたいと思ってます。万里の試練でいいよね。宝珠毎回もらえて、到達報酬ももらえて、ダブル1レベル20宝珠を一応今もらえる感じになってるね。はい、グルミアロビンボーナスで、あとね、前回小成功ぶっ込みましたけど、今ね、8周年キャンペーンでもらえてますね。ぜひログインしましょう。そんなもん？ビンゴはまだ。で、今ね、そう、で、あとね、今回こっちで、こっちのね、クマシンクーンも引きましょうか。はい。でこれね、デイリーミッションやれば35宝珠もらえてくるんで、
とにかくね、今すごいよね、毎日50ポーズ以上もらえる感じになってますね。ぜひ今ね、プレイ時間取るのがいいのかもしれないですね。ウィスパーがあと9回体力プレゼントができましたね。ちなみに万里の試練はね、11まで来ましたね。うん、なんかこんな感じで来てるけど、10の後にちょっとアニメーションあってね、それ本当は動画で撮りたかったけど、あれでしたね。まあ、12も大したことないですね、きっとね。はい。まあ、これはちょっと、やる？やるやって負けてやるんだよな。S ランク以下の妖怪。群馬神の A ランク以下の妖怪3体重編成。群馬神取り付くタイプのみ編成可能。群馬神。これあと何？ A ランク1体、3体。A ランク3体入れろって言われてる。この辺なんかね、ちょっとめんどくさいんだよね。A ランク3体。A ランクって言ってんのね。まあ相手が、そう、これさ、戦いたいのにさ、以下の変更満たしてませんとかさ、余計なお世話っていうかさ、なんか、次の画面活かしてくんないんで、これってあんまりいい仕様じゃないよ。好きじゃないな。そうしないといけないみたいなさ。あとでこう種族効果とか考えてメンバー決めてるのにさ、なんかね、あ、悪ノリいればいけるかな。あ、でもお任せモードわかんないな。S ランク入ってて強いですね。キリンいただき。こうやって毎回重複工事もらえるんでお得ですね。はい、こんな感じで進んでます。みんな同じだよね、あの毎日3回ずつ進めるだけなんで。はい、で加工園やってますけど、もういいです。38連やってダメだったんでね。あとなんかいらないコインはないね。今度お宝コイン回しまくりたいかな。選べるコインね、これも最後全部に使うか。なんかコインコレクターになってますね。黒妖怪選べる色がありました。はい、じゃあ行きましょう。グマシンから。まあ、これね、あとは6円ボーナスでね、ゲットできるよね。あ、妖怪の方だな、小生な。残念、少女もう少女突出してんじゃない。あなたの盾となろう。できたら持ってないやつか、少女ババア。さあ、妖怪行きましょう。さっき見たけどね。まあ、この辺は、ほんと、絆妖怪になってるんで、主家は、あ、あと絆もあれだよね、妖怪見れるようになりましたね。毎回見れるんだっけ、変えてくれたのか。おお、生ハゲか。生ハゲ2回目ですね。これも絆にしましょう。さあ、じゃあラストいきましょう。もう鬱陶しいね。どこにあるのか。ありました。さあ、誰切ってくれるかな。そう、このね、水しぶきが金で、こう範囲がでかいと小生なんだよね。ズワワワ。さあ、誰でしょう。
おお、ヤシャインマですね。今回無料配布があったヤシャインマ、私はこれ残念ながら育ってないので、かつね、まあ王族はある程度育ってないんだな。うん、だけどちょっと私はこれはね、ヤシャインマ強いんだよ。前衛後衛両方いけるし、攻撃ね速度もあるし。だけどね、これ衝突したら強いんだよね。一応私今リンネとか鍛えようとしてるかな。火のエンマ火って、エンマってやっぱね、でもこの前使ったねバンクアップでエンマ火のイベントがあったんで、太陽神とヤシャインマ両方使ったな。うん、でもエンマってやっぱ種族相性ね、カイマしかないからね、あんまりあれなんだよな。今回小生闇エンマと太陽神がねパワーアップしたけど、あれパワーアップしてんの5800だったっけ。あ、でも打ち消し加わってるからもうパワーアップしてるね。はい、まあこれね晴れイベントということでね、私はちょっとイケメン剣欲しいんでね、絆にしちゃいます。さよなら、もったいなかったかな。そしてナマハゲどこにいる、あれナマハゲがいない、あ、ナマハゲも一緒にやった、危ねえな、間違えてやりたくないやつもやっちゃうとやらないかな。あ、これ小生ナマハゲだな、あれ、あー、いたいたいた、ナマハゲ200だけどね。ていう感じでコマさんがさ50ポイントしかない、ひどいよねこれ。はい、という感じです。冬にはねこの前あげました。あとはねイケメン犬があと半分になったので、はい、強化していきたいですね。あと持ってない最近の絆たちはこのぐらいになってきてるんで、うん、まあ出なかったね。あと回したかったらショップでね、500宝珠有料300で交換できたり、あとは国取りの地場金貨があったり、あとねログインボーナスがね、あと2日後ですね、13、14土曜日、日曜日にまた引けますね。もうほんと毎日もうレイヤーに小生ゲットですね。もうずっともう10日ぐらい連続小生ゲットなんじゃないかな。はい、これすごいんでね、また14日、はい、明日は群馬神、そして明後日は妖怪っていう感じね、また頑張りたいと思います。はい、じゃあこんな感じにします。ちょっと持ってない妖怪欲しかったけどね、まあまあ引き続き頑張りたいと思います。こっちでもね交換できるんで、まあ頑張って、どっちかだろうな。ウィスパーもちょっとゲットせないかんし、難しいとこですね。はい、まあここは頑張りましょう。あ、ただチップスも欲しいので難しいね。はい、じゃあすいません、今回こんな感じにします。第二形態ね、明日かな第二形態は。はい、第二形態カラステングいねえな。はい、準備したいと思ってます。冬にはね鍛えてます。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、明日からまた妖怪かな、幽霊馬車の量ね。はい、札もゲットして、うん、まあまあいいんじゃないですかね、強化していきましょう。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。どんどん絆1万5000あったら、四天王寺行きてえな、四天王寺行きてえな、四天王寺次使うかもしれないから四天王寺でもよかったかな。経験、そう、あとそう妖怪見れるようになったね、ここね。ごめん、前から見てたけどね、お武器鬼姫いいよな、力めっちゃ高いんです。
ただとにかくイケメン犬を。でね、そう、こういうのもね来るから4万稼いで待ってたらいいのかな。また来た。なかなか来ないな、イケメン犬がね来ない。イケメン犬だけちょろっとしてた。おお、4万が来たよ。ナイズらよ一発回答した方が良かったかな。難しいよね。はい、ごめんなさい、またお会いしましょう、バイバイ。この夏希が欲しいのよね。まあ加護も超優秀だけどね。